こんにちは、全景 AI フォーラムです。こんばんは。今日は2021年6月30日、6月最後であり、2021年の前半が終わる日ですね。早いですね。2021年もあと半分しか残ってないってことですけども、全景 AI フォーラムです。こんばんは。で、というわけで、まあ面白い、そこそこ面白い絵にはなったかなと。けどまああまり浮世絵っぽくない。で、そこで大島が考えました。大島の誕生日は8月19日です。今ここで聞いてるちゃんもりも8月19日生まれです。で、8月19日って、一木さんのなんか親しい人も8月19日生まれだそうで。はい、そうですね。はいで、この8月19日は俳句の日です。俳句。俳句から浮世絵を作ろうといきなり言い出しました。まあ、入力を線画じゃなくって、テキストにしよう。まあ、それを短いテキスト、詩にしようと。命名、ポエムガン。で、なんか、大島はよくポガンポガンって言ってます。このポエムガンで、これで論文書くんですか。ねえ。ねえ。それもいいんじゃないのかなって思うんだけど、ちょっと違うっぽいです。うん、はい。で、まあ、まずこれ3分クッキングみたいにまとめると、1、詩を作る。2、詩を入力する。3、浮世絵を出力する。すると、立派な浮世絵ができる。っていう風な流れになればいいなっていう話をしました。で、大島が俳句を作ってください。おっしゃ。そして大島が、次に、青く見ゆ、暗き空に浮かぶ点、赤き地の上、故郷は遠しという、なんかテラフォーミング計画先発隊隊員の歌を送ってきました。で、エルトン・ジョンのロケットマンかよっていうのと、まあ、俳句じゃなくて短歌じゃないかっていうツッコミをしたら、別に詩なら何でもいいですと。うん。で、さっきのテラフォーミング先発隊隊員の歌を入れた結果が、これです。で、出力されたのが。で、なんか、これは、これを見て私と佐伯さんは、かっけーってすごく興奮しました。うん。なんかこう、赤涼感がある景色に、なんかモノリスっぽいのが出現していて、こう、火星の孤独を理解してくれたんじゃないのって勝手に盛り上がりました。火星ってもう勝手に決めつけちゃったんですね。新しいアートじゃないかっていう話でむっちゃ盛り上がりました。うん、なんかこの真ん中下のこのモノリスっぽいのがこう火星のこの歴博な世界にこう孤独とともに立っているっていうすごい絵が出来上がったんじゃないのかって、みんなでっていうか興奮してたんですね。で、大島もどやって感じで見せてて、じゃあもうこれは俳句をみんなで作ろうっていう話になり、私と佐伯さん2人で俳句を作る日々が始まりました。